はい、こんにちは、翔太です。ポケットモンスタースカーレットバイオレットね、またランダム対戦、ランダム対戦っていうかまあ6350なんだけど、やっていこうと思います。今回使いたいポケモンがこのスコビランなんですけども、まあ、ちょっとね、見ての通り特性がムラッケってことで、まあ、旧世代版鬼氷なんて言われてたりするんですけど、鬼氷よりね、多分こいつの方が安定感あると思うんだよね。で、この手のムラッケがあるポケモンって、身代わりを残して盤面に着地させれば勝つポケモンなんですよ。なんで、ミミズズの尻尾切りで展開するっていうのをね、考えてきました。で、一応こいつが、ミミズズが、特性の土色で地面技をスルーできるから、鋼タイプの受け性能がめちゃくちゃ際立つのと、まあ、それで相性がいいっていうところですね。あと、ま、特集系として、ラッキーを連れてきて、こいつもこいつで、デンジャーで展開できて、で、あと、ま、ミミズでちょっと困るのが、ガッサがちょっとめんどくさいなと思ったんだけど、まあ、バレル投げて裏に星通せればっていう感じかな。それで、ま、とにかく、シャニムに、このね、ブラッケマンを展開していく、そういったゲームになってます。じゃあ、対戦動画の方、どうぞ。はい。じゃあ早速ね、対戦の方やっていきます。この試合ね、いや、ただ意外とこれミミズズの通りが悪くない話がある気がしてて、パオジアンのまあ、せいぜい聖剣ぐらいだと思うんですよね、きついのは。あと、鉄の武人か。鉄の武人だけちょっと考えなきゃいけないけど、ミミズスコビランの並びで投げていく前提多少動いて多分いいと思ってて、まあ、めんどくさいのがクレッフィーが挑発あった場合と、鉄の武人なんだけど、ミミッキュ絡めるかな。それか、フェアリー、神戸から入るのでも全然いい気がするけどね。神戸から入って、ミミズスコビランって展開する。武人は多少ケアできるか。これでいきますか。で、できれば、トンボ返りとかで、ミミズを着地させて、みたいな動きができるといいんだけど、まあ、剣舞パオジアンとかちょっときついけど、ただね、ガブに対してね、自信が問題ないっていうのが、めちゃくちゃ偉いんだよね。ミミズがね、鋼タイプで地面技効かないっていう特性が、マジで神だから、クレフィーから来る。まあ、ここは一回トンボからかな。相手視点、どうなんだろう。攻撃技、なければ引くと思うんだけど。壁普通に打つ感じか。それは全然良くて、両壁電磁波と一だと思うんだけど、まあ、イカ様とかが入りがちかな。挑発まで入れるかな、まあ、あるとちょっとめんどくさくはなっちゃうんだけど。主だったミミズズもね、しっかり、すっかり小さくなってしまって。リフレク、はいはいはい。それは隙を見せると、僕が尻尾切りで安全にね、さらにダメージを受けなければミミズはもう一回尻尾切りにチャレンジできると。で、ムラッケを持ってるポケモンって身代わりを残すと勝つっていう特徴があるんですよ。ざっくり言うと、その状態をね、いきなりこういう形でこう発生させれると、これ勝ちます。 A がいきなり上がる。物理型になってもらえますか、今日は。一発で割られることある？守るからだな、一応。イカ様があると、容易に割られてしまうため、一度守りますか。何持ってるからね、攻撃技。巻き菱、両壁巻き菱でしょ？さすがにこれ攻撃技ないぞ。僕、一生クレフィー、あ、クレフィーじゃないや、スコビラン、交代 しないつもりでいるので、設置技は関係ないですね。ここね、根を張っていいと思うんだよな、もう。早速根を張ってしまって、完全に動かざること山のごとしだからね。徹底抗戦。あ、それはいいでしょう。ちなみに炎タイプあるから、耐えるくね、ワンチャン。耐える。やばすぎる、こいつ。もう一回守りますと。これで、あとは村っ気の回数をね、稼いでいくだけですね。あ、徹底抗戦で相手も、まあ、打って切ってくるよな。
たら僕ネオハル張ってるから、あ、死ぬんだ守るに打っても死ぬっけ、徹底抗戦って。損傷を僕忘れてたな。これでネオハルと身狩りが残ってるんで、まあ、事実上吹き飛ばしの効かないグライオンみたいな感じになりましたね。これ神だ来たガブまあ連続攻撃とかを持ってると、あとドラパルト あのすり抜けとかでね対策ができたりするんですけど、まあ、そんなものは今は問題じゃないので、S が上がるまで粘りたいかな。身狩りで自信、身狩りは割れてしまいますが、身狩りが割れるとまた身狩りをすると、これなんすわ。このこうねこれ強いだろうワンちゃん。思いつきで組んできた構築なんだけど、いや本当なんだよ。言われてるんだよ、村木を持ってるポケモンは身代わりを残して盤面に着地すると勝つっていう性質があるっていう、基本的には。さらに根を張るとグライオンにもなれると。そんな弱いわけがないんですよこれね。あとねテラバーストが結構偉くて、その説明はちょっとゆっくりお用意してこう。あ、今話すか。あのね、テラバーストってシート A の高い方で殴るからね、あの A と C どっちが上がってもいいっていうね、戦闘中に特殊型か物理型で型を変えれるっていう神ポケモンなんですね。昔からよくね、あの型が豊富なドラパルドとかは、まあその型がこう分かんなかったりするから、対戦中にあのお前今型変えただろうって、こっちの構成見て型変えただろうっていう発言がね、あのよく言われる言葉なんですけど、まあ、実際にそうなれるといいが上がる。ちなみにこのエフェクトが表示されないバグがなんかあるみたいですね。で、S が上がらないことにはただ何も始まらないんだけど、あのね、鬼ゴリとかってね、運が悪いとあの能力が上がんなくて、普通になんか削られちゃう、まあ、削られちゃうってわけじゃないんだけど、一生その上手い能力がねなかなか上がんなくて困る時があったりするんだけど、関係ないですね。守ると身狩りを繰り返すことによってヒットポイントが減らないまま一生同じことができる無双モードに突入しているので何も問題ないですね。で、ちなみにこの構築何が偉いってね、あのサイクロしながらね最大限ね電磁波とかを絡めてこう妨害しながらスコビラをね展開できるように組んできたつもりなんですよ今回。まあ、ラッキーがいたりバレルがいたり、それぞれこう相手の妨害に長けてるポケモンなんでね、ここは身代わりをもう一回張っていきますか。あ、待って、僕の方が速くなっちゃった。あ、まあ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 いい。ちょっとね違う、俺前作までってさ、前に使った技でさ固定位置にこうカーソルが残ってたはずなんだけど、それがないから忘れちゃう問題があるんですよね。で、 S はもう一段階僕上げときたくて、もう一段階ってかもう二段階か、もう一回 S アップ引くと美味しいんだけど、そう都合よくはいかないどころか S は戻ってしまうと。ただまあこれで等倍だから、まだ守る身代わりでいいですね。まだまだ積んでいきますと。これ守りがを繰り返してる時間をさ、まあ、カットするって話もあるんだけど、1試合で1動画にしちゃえばいいかなとかって思ってるから、多分カットしてないと思います。こうね、僕の守る身代わりを繰り返してる間のウキウキしてるのをね、みんなにもちょっとね、ああこんな楽しそうなんだって思ってほしいですね。自信、いや関係ないんだよね。ガブリアスとかさ、そういう強いポケモンとかさ、そういう強烈なこうなんていうのスペックしたポケモンも全部守りがで、これだけだからね僕がやることは。いや鬼氷にね、鬼氷まあ鬼氷ほどでも運用より多分安定すると思うんだよな。スコビラン、あのカバルドンに対して、カバルドンとか、まあその吹き飛ばししてくる相手に対して霊道が当たらないととかっていう、まあカバルドンに対しては別にフリーズスライド押すから関係ないんだけど、あのそうなんて言うんだろうな、一撃技に頼んないから結構安定すると思うんだよな。運要素があんまり、まあ最悪そのどうしようもない時はいきなりこう展開して守るで一発目で S 上がるかどうかとかってやったりするときもあるんだけど、それは本当にどうしようもないときで、こう周りできっちり介護して展開すれば、あの安定感を持ってね、村っ気がしていけるんじゃないかなっていう。基本的には能力が上がり続ける特性だからね。2個上がって1個下がるから。ただなんか S が思うように上がらないのは困るんだけど、ただね、この S が思うように上がらなくても、試行回数が多すぎるんですよ。OK、GG。
スコビラン最強だね。ちょっと1試合で終わっちゃったけど、まあ、動画時間的には多分10分ちょっとぐらいでちょうどいいと思うんで、これで終わります。お疲れ様です。